ト君、おはよう。おはよう。私の名前はカナデ、ソプラノ学園に通う2年生。今のかっこいい男の子は私の幼馴染のバルト君。バルト君は学園ではメガネをかけてオタクでいるけど、実は中学生最強と歌われた喧嘩の強い勇敢で理想的な私の王子様。あ、バルト君は私の王子様。王子様？そう、王子様。ああ、バルト君どうしたの？どうしたって、後ろのロッカーに荷物置こうとしたら奏が王子様とかつぶやいてたから大丈夫かなって。そうです、何を隠そう、私はまだバルト王子に自分の気持ちを伝えられていないのです。うん、バルト君とデートできたらな。そういえばアンちゃん先週初彼ができたって言ってたな。お友達のアンちゃんぷんに。ここはアンちゃんに協力してもらってダブルデートなんて。助手席取るぞ。アンちゃんの席に違う人が座ってる、怪しい、誰だろう。近藤アン。はい。アンちゃん。はい、静かに。ちょっとアンちゃん急にどうしちゃったのよ。いや待って、もしかしたらアンちゃんにいた別の女子だったりして。アンちゃん。ああ、かなでちゃん、おはよう。本物だった。おはよう。アンちゃんどうしたの、何かあった？お昼休み。結局アンちゃんどうしてあんな風になったのか教えてくれなかったな。もしかしてアンちゃん彼氏と何かあったのかな。アンちゃんお弁当一緒に食べよう。アンちゃんの家って確かお母さんは海外だったよね。そうなの、年中海外で仕事してるから今は家には私とパパの二人だけ。でも最近はのびくんがいるから寂しくないよ。のびくんってあんちゃんの彼氏だよね。ね、のびくんってどんな人なの？そうだね、ちょっと頼りないけど優しくて思いやりのある人で、おしゃれで面白くて、それからね、あんちゃん幸せそうだな。でもどうしてこんなに服も髪も乱れているんだろう。まるで誰かに。放課後。実はあんちゃん彼氏ができたんだけどね。そうなのか、それはおめでたいな。そうなの、だけどあんちゃん彼氏ができてからやつれたっていうか。ああ、言われてみれば確かに。それで私お昼休みに屋上で話聞いたんだけどね。おお、だから今日の昼かなでの姿がなかったのか。てっきり他の男とは。だけどあんちゃん肝心なところごまかすんだよね。近藤の彼氏って他校のやつなんだろう。そうなの、実際どんな人なのか知らなくて。だから私ね、これからその人のいる学校に行ってみようと思うんだけど。いやいや、それは危ないだろう。そこまでしなくても大丈夫だろう。どうしてそんなこと言うのよ、だって私たち友達なのよ。わかったよ、悪かったって。じゃあ俺も行くわ。ってなわけでやってきました。あー、見て見て、アルト君、大きな観覧車だよ。あー、赤レンガ、私一度行ってみたかったの。あー、着ぐるみのイベントだって。アルト君、いた、アンちゃんの彼氏、多分あの人だよ。え、見るからに柄悪いじゃん。本当にあれは近藤の彼氏なのか、ただのチンピラにしか見えないけど。うち見てるよ、アルト君。あいつ、どこかで見たことあるような。アルト君、もう行こう。やっぱどっかで見たことあるんだよな。どこだっけな。アルト君、今日はありがとう。おかげで、どんな人か見ることできたよ。そうだな。さあ、今日バイト入れなきゃよかったぜ。そうしたらこの後カナデと夜景でも見て。カナデ、俺と付き合ってくれ。アルト君。すみません。のびさん。あなたはアンのお友達ですよね。はい、カナデと言います。アルトです。カナデさん、はじめまして、のび守です。カナデさんのことはアンからよく聞いています。よろしくお願いします。こちらこそ。アルト君もどうぞよろしくです。どうぞよろしく。時間ないって断ったらまさかついてくるとは。でもよかったんですか、お
は横浜なんですよね。いいんですよ。ちょっと折り入って話したいこともありましたし。実は私ものびさんに聞きたいことがあって。ちょうどよかったです。では私の家でお話しましょうか。そうだ、俺のバイト先で話したら。お前を奏の家に絶対させるか。本当にアルト君のお仕事先に来てしまった。アルト君制服似合いすぎ、かっこいい。いらっしゃいませ。もしもし、かなでさん聞いてますか。かなでさんすいません、ちょっと珍しいものがいっぱいあってつい。実は最近彼女が急にやつれたように感じて、この前もあざのようなものができていたんです。あざだけじゃないんです。先週のデートの時だって。デート？デートだって？はい、赤レンガ倉庫で。赤レンガ？いいな。まさかあいつ奏をデートに誘ってんじゃねえだろうな。でもその時の彼女の服装がボロボロで。もしかしてストーカー？ストーカー？ストーカー？今度はなんだ？なるほど、それは確かに不自然だ。ねえハルト君、私たちも協力して一緒に犯人探そうよ。本当にお前じゃないんだよな。アンは僕の初恋の人なんです。ようやく気持ちを伝えることができて付き合えたのに、そんなひどいことをするはずがありません。よし、アルト君、アヒ、私たちで解決しよう。アンちゃんとノビさんには絶対幸せになってほしいもん。てなわけで後日、アンちゃん、今日の放課後って予定とかあるかな？あ、あるよ。予定ばっかりで忙しいくらい。怪しい。絶対何か隠してる。だからって後をつけるなんて、古典的すぎないか？いいの？あ、上がった。あれ？のびさん？かなでさん。おい、こっちにお前の彼女来なかったか？バンガ？見てないですが。泣かれたか。ところでのびさん、どうしてこんなところに？どうしてって、今日はこのお店で作戦会議しようって約束だったじゃないですか。いらっしゃいませ。あんちゃん？かなでちゃん？それにのびくんにかなでちゃんの彼氏さんまで、どうしてここに？え、うん、彼氏？それはこっちのセリフだよ。どうしてこんなところにあんが一人でいるの？カクカクシカジカソプソプラノラノ。そういうわけで僕たちはアンのことが心配で、こうして作戦会議を開こうとしていたのさ。アンちゃん、一体何があったの？実はね。熊の着ぐるみにつけられた？なんでもっと早く言ってくれなかったのさ。だって迷惑かけたくなかったから。そっか、それでそんなに制服とか乱れてたんだね。うん、ごめんね、黙ってて。それでその着ぐるみの中の人物に心当たりは？ないけど。でも、でも、ううん、なんでもない。欠席は風の七瀬と、あとはまだ連絡がないが近藤が来てない。ほら休みだ。何よその短絡的な甘い考えは。ワンちゃんから連絡が来ない。大丈夫かな、アルト君？ああ、ちょっと心配だな。私、様子見てこようかな。バカ、一人で行ったら危ないだろ。なになに、アルトが大声出した。びっくりした。昨日配信されたももこちゃんの王子様デカンタがね、そんな風に言ってて、あー、今度のイベントなんだけどね、僕はコスプレをして今の名台詞を言おうと部屋にこもって練習しててね。なんだそういうことか。アルト君すごい、アドリブでごまかしきった。さすが。あ、アルト君と学校抜け出してるよ私。アルト君、先生大丈夫だった？熱っぽいって言ったら担任のやつすぐさまマスク装着して、さっさと帰っていいですよだって。たく失礼だよな。ソーシャルディスタンス。何それ。それでアルト君、いつまでそのヒエピタ貼ってるの？あ、忘れてた。アルト君、のびさんだ。おい、何やってんだよのび太。僕はのびです。のび太じゃありません。追われてるんです、助けてください。
ナビちゃんどうしたの？そんなボロボロで。情報収集してたら怒らせてしまいました。熊の着ぐるみって着られますか？バカにしてんの？あなたは熊の着ぐるみの中身ですか？なんだって？俺が熊みてえだって言いてえのか？まあどちらかといえば。てめえ調子なのよ。あんた熊そっくりだって。もし熊さまものだって。失礼だろ。おいお前も失礼だぞこの野郎。そりゃ怒るわな。アルト君、やばい、アルト君たち喧嘩になっちゃうかな。でもノビさんをボロボロにしたのは向こうだし、それに近くに誰もいないし。弱い者いじめはよしなよ。格好悪いよ。ふん、誰だてめえ、どっかで見たことある顔だな。気のせいですよ。やんのかこの野郎。僕はどちらでも。なめんなよ。まだやる。こいつどっかで見たことあると思ったら白銀じゃねえ。ねえ、あの中学最強と言われた白銀の悪魔。こいつはやばいぜ。うんずらしらぞ。さよなら。アルト君大丈夫？全然大したことなかったよ、あいつら。ありがとう、殺されるかと思いました。それで近藤さんは？アンですか？ノビさんと一緒だったんじゃないの？いえ、僕は朝から彼らに追われていまして。あんちゃんの声だ。まさか、あんちゃん。おい待て、あんちゃん大丈夫？ちっしょ、誰なんだ。大丈夫か、あん。なんだよ。別に、なんでもないよ。あの着ぐるみどこへ行ったんだ？私、あの着ぐるみさんがどこへ行ったかわかるわ。探しに行こう。着ぐるみのイベントか。なるほどな、これなら着ぐるみでうろついても違和感ないな。でしょ、きっとこの辺りにいるわ。見て、アルト君かわいい。全然クマじゃないけど。プニー。ねえ聞いた、アルト君、この子プニーって言うんだって。なんだろうこの違和感は。この着ぐるみはまるで本物の生き物のようだ。何よあの二人は。マモルちゃんにしつこくつきまとって。やれやれ、結局見つからなかったな。また明日探すか。近藤の家お父さんがいるんだったか？そうなんだけど、今日は夜勤で家にいないんだって。それは心配だな。でも今日はのびさんの家に泊まるから大丈夫だよ。何ですって、うちにあの女が？いや、なんか声しなかったか？そう？アルト君、送ってくれてありがとう。おう、じゃあまた明日な。プニ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 。もしもし、どうしたの、あんちゃん？アルト君大変！ノビさんの家の前にクマの着ぐるみがうろついてるって！行こう！どこにいるんだ？見当たらないけど。アルト君、鍵開いてる？入ろう！オープン！クマいたぞ！いやー！アルトさん、助けてください！待てよ、こいつどうして中へ入れたんだ？まさか、正体を見せろ！母さん！母さん、どうして？だって、私の大事なマモルちゃんを、この子が。母さん、僕に彼女ができたこと喜んでくれたじゃないか。だけど、もしも私たちみたいになったらって思った。母さん。ノビ君、どういうこと？実は、僕の父さんは僕と母さんを捨てて浮気相手と駆け落ちしたんだ。あなたたちを過去の自分たちに重ねてしまったの。あんちゃんが裏切ってマモルちゃんが傷つく前に別れさせようと思って。ごめんなさい。お母様、そうだったんですね。お母様、私はノビ君とのことは真剣です。決して裏切ったり傷つけたりなんてしません。あんちゃん、ごめんね、本当にごめんね。僕たちは廃棄物ゼロ活動を行っています。あ、これのびくん？そうです、ヤンキー座りでゴミを拾うってコンセプトで、どっかで見たことあると思ったらこれか。すごくかっこいいよのびさん。俺もやろうかな、人助け。アルトくんはいつもやってるじゃない。私はいつもアルト君に助けてもらってるよ。
ありがとうね。一件落着ぷんに。あんちゃんたち素敵だったよね。そうだな。やばい、心臓バクバクだ。なんでだ。アルト君はさ、誰かと付き合いたいと思ったことある？え、なんてね、冗談。だってアルト君は勉強が恋人だもんね。違うんだ、俺は奏のことを。なあ奏、俺とまたデートしてくれるか？うん、いいよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。アルトです。今日は楽しんでもらえたかな？少しでも面白いと思ってくれた人は高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。のびの母さんものびが大切だからこそあんなことをしちまったんだろうけど、自分の息子が選んだ人を信じるってのもまた一つ愛だよな。なんてちょっと語っちまって恥ずかしいぜ。よかったらみんなもコメント欄に感想を書いていってくれよ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。 Twitter でファンアートも募集中だから、よかったら投稿してみてくれよな。それじゃまた次の動画で会おう。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画で。